バスルーム、こんなところに危険が潜んでいる。家の中での事故は浴室が実は一番多いんです。浴室での事故による死亡者数は交通事故よりも多いんです。しかし簡単な対策でこれらの事故は防げるんです。それでは浴室での事故と対策についてご紹介いたします。浴室の事故の中で一番多いのはヒートショックによるものだと伺いましたが、ここで注目したいのは事故の大半は65歳以上の高齢者ということなんですね。また死亡事故の場合病気と判断されてしまうこともありますから、実際の件数はもっと多いと思います。浴室でのヒートショックはどのようにして起こるのでしょうか。 VTR を見ながら解説していきます。例えば寒い浴室に移動したらすぐ熱いお湯に入りたくなりますよね。ですが寒い場所から急にお湯に浸かると、急な温度差が血管に負担をかけ体に異変が生じることがあります。これはヒートショックと呼ばれ、心筋梗塞や脳梗塞にもつながる非常に危険な症状なんです。怖いですね。もちろん高齢者に限らず若い方にも起こり得る症状ですので、皆さん十分に気をつける必要があります。非常に怖いヒートショック、私たちにできる対策としては具体的にこのようなことがあります。浴室を温める、脱衣所も温めておく、湯温は熱すぎないように、入浴前家族に一声かける、おい風呂へ入るよ、はい、入浴前に水分を取る、かけ湯をしてから入る、長い間お湯に浸からないように、脱衣所や浴室を事前に暖かくして室内との温度差を少なくすることが重要です。それではまとめです。 1. 浴室における事故で一番多いのはヒートショック。 2. 原因は暖かい部屋と寒い脱衣所や浴室の温度差。 3. 対策としては脱衣所や浴室を温めておくです。浴室での事故で浴室の掃除も多いと伺いましたが、浴室を掃除する際に転倒して怪我をされる方が非常に多いんです。浴室の掃除の際の転倒事故が多いなんて頭にありませんでした。浴室での転倒事故をまとめた VTR がありますので、そちらを見ながらご説明していきます。まず気をつけたいのは足元が不安定な状態で掃除をすること。特に足腰の弱っている高齢者が掃除をするのは非常に危険です。このように狭く足元が不安定な状態でさらに濡れた場所に足をかけると、バランスを崩して転倒してしまいます。入浴の際は滑るという意識があるのですが、掃除の時にはその意識が希薄になっているんです。滑りやすい意識が希薄に。また掃除だけでなく入浴の際にバランスを崩し転倒することがあります。このような事故を防ぐために私たちにできる対策について見てみましょう。掃除の際は無理な体勢を避けるために柄が長いなどの専用の掃除道具を使ってください。また手すりなどにつかまるようにしてください。無理な体勢は危険なんですね。他に準備できることはありますでしょうか。
掃除の際は浴室用のシューズなどをお使いください。これらの対策ができればリスクが大幅に軽減されます。それではまとめです。1. 浴室の掃除は危険な場合もある。 2. 原因は滑るという意識の希薄。 3. 対策としては柄が長いなどの専用の道具を使うことです。事故の中には浴室に閉じ込められたことで怪我をするというケースがあると伺いました。はい、入浴中に突然ドアが開かなくなり無理に開けようとして怪我をするケースがあります。それがどのような形で怪我につながるのでしょう。 VTR を見ながらご説明します。突然ドアが開かなくなったらどう思いますか。やはりかなり慌ててしまうのではないでしょうか。裸のままですと助けも呼びづらいため強引なやり方で脱出しようとするのですが、無理にドア面材を割るとその際に切り傷を負ってしまうことが考えられます。これが怪我の原因となるわけですね。どうしてドアが突然開かなくなってしまうのでしょうか。ドアラッチの故障の可能性があります。湿気や老朽化が原因で経年劣化によることが多いんです。このような事態を防ぐために普段から気をつけておくべきポイントはありますか。扉のちょっとしたガタつきや緩み、錆などの兆候を見逃さないことが大事です。異変を少しでも感じたらすぐに修理の依頼をしてください。それではまとめです。1. 浴室に閉じ込められ慌てて出ようとして怪我をしてしまうという事故がある。 2. 原因は経年劣化によるドアラッチの故障。 3. 対策としては扉のガタつき、緩み、錆などの兆候を見逃さないです。浴室での事故は原因を知れば簡単な対策で防げます。ぜひ皆さんも家の中、特に浴室は危険であることを認識していただき、どうぞご注意ください。